クーリーの牛争い、クーリーの牛争い、クーリーの牛争い。単に、ザトンとも、は、初期アイルランド文学の一部を構成する、アルスター伝説群の中心となる物語。女児詩とされることも多いが、詩として因文でなく三文で書かれている。アルスター王国とコナハト王国との間に起きた七年に、渡る戦争と、オウシドンクアルンゲを縁とする女王イブ、 そしてそれに立ち向かう若き英雄クフリンを描いた物語である。もともとは一世紀頃、キリスト教伝来前の英雄時代のものとされるが、現存するのは十二世紀以降の皇帝本三版のみである。一つは、主にコアイルランド語で書かれた収録第一公本。一つはより一貫した中期アイルランド語によるもの。第二公本。もう一つは、 初期現代アイルランド語によるものである第3公本。第1公本によれば物語本編はコナハとオアリルと女王メイブが軍勢孤児のためにクルアハン二軍を集めるところから始まる。第2公本ではこれに次の話が加わる。メイブが夫アリルと財産比べをした。お互いにほぼ同じだけの財産を持っていることが 分かったが、果たしてアディルは極めて盛強なお牛、フィンベナ派を所有しており、この一点において、名ブは負けていた。しかも、もともとこの牛は、メイブの所有する群れで生まれたにもかかわらず、女に所有されることを恥として自らアディルの元へ移り住んだという疑惑が夫に並ぶべく、フィンベナ派と同等に強い牛を求めた名ブは、クアルンゲ、クーリーの町で、ドンクアルンゲを見出す。 メイブはこの牛の所有者、ドーラ・マクフィア・ハナと交渉し一年管理、受ける約束を一度は取り付けたものの、酔っ払った伝令によって、借りられなくとも強奪するつもりであったことを暴露、されてしまう。取引は決裂し、メイブは軍を挙げて、ドンクアルンゲの奪還に出発する。この軍には、フェルグス・マクロイ率いるアルスターからの亡命者たちもいた。しかし、アルスターの男たちは、 9日の衰弱、せずのインドンという病にかかって動けなくなっていた。ただ一人アルスターの防衛に着くことができたのは、17歳の少年クーフリンのみだったが、彼は女性との相引きの度に戦線を離れてしまうので、敵軍に奇襲を許してしまう。クーフリンは、漁車のロイグと共に、進撃するアルスター軍に対して、ゲリラ戦を観光し、都市上での一騎打ちの権利を主張して、 次から次へと敵軍の勇士を打ち破り、数ヶ月もの間孤立無援で軍を押し止めることに成功する。だが、メイブが王子を取り返すことを許してしまう。クーフリンは超自然的存在から助けを受けたり、邪魔を受けたりする。ある戦いの前には、モリガンが美女の姿で現れて誘惑するが、彼はそれを跳ねつけてしまう。正体を表した、モリガンは次の戦いを、 邪魔してやると脅す。はじめは、うなぎの姿で、クーフリンの足を取り、次は、狼となって、徒長状に牛を殺到させ、最後は、群れの戦闘の目牛となって、突進をする。もの、フリンは毎度それらを傷つける。彼が敵を打ち破った後、モリガンは乳搾りをする老婆として現れる。その体には、動物の姿の時に、クーフリンから受けた傷が残っていた。老婆は、 クーフリンにミルクを三杯与え、クーフリンが一杯ごとに祝福すると、その傷が一つずつ癒される。ある辛い戦いを超えた時、クーフリンの元をルーが訪れる。ルーは自分がクーフリンの父であることを明かし、彼を三日三晩眠らせて癒しの技を施した。彼が眠っている間に援軍に来たアルスターの若者の一団は皆殺されてしまう。クーフリンが目覚めると、 彼は恐るべき、ねじれの発作、ライアストラットに襲われ、敵も味方もわからない怪物に変貌する。粉トの野営地を強襲した、彼は、殺された一団の六倍もの敵を虐殺した。この尋常ならざる事件の後は、一気打ちが続くが、メイブがたまに数人を一度に消しかけてくることもあった。養父であるフェルグスが送られてくると、クーフリンは次の機会には降伏してもらうという。 条件で降伏することに合意する。結局、おじと、親友フェルディアドとの3日にわたる、激闘の末、クーフリンは、マヤリガエボルグを持って、フェルディアドを殺して勝利する。最終的に、衰弱していた、アルスター人が、一人一人と復帰して、全体が回復すると、最終決戦が始まる。はじめ、クーフリンはその傷を癒すため参加しなかった。フェルグスは、 コンホバルを小中に収めるもの、の、コンホバルの息子であり、自身の養子でもある、コルマクコンロンガスに止められ殺すことができず、怒りに任せて、愛犬カラドボールグで三つの丘の頂を切り飛ばした。ついに戦いに参加したクーフーリンが、フェルグスと対峙すると、フェルグスは、約束を守って降伏し、武装解除した。この鳩の他の軍団は、総崩れとなり、メイブは、退却を強いられる。 しかし、メイブは、なんとか、ドン・クワルンゲをコナハトに連れ帰る。ドン・クワルンゲは、フィンベナハと戦って殺すものの、自らも深く傷つき、アイルランド中を奉公した末に力尽きて故郷に戻って死んだ。これがいくつかの地名の由来になったという。二十世紀初頭のリパブリカンやロイヤリストによって、使用された、死んでも、なお敵に立ち向かえるように杭に体を縛りつけた。 品種のクーフリンの像は、クーリーの牛争いではなく、それ以降の物語からのものである。しかし、区伝では、時々見られるような、フェルディアドとの戦いで受けた傷で死ぬという語りの場合、このイメージが取り込まれていることがある。三種の皇帝本が現存する。第一候本は、クロン・マクノイズ修道院で編纂された11世紀後半から12世紀、前半の写本、赤牛の書。 レバー NA フリドリの一部と、レカンの基本、イエローブックオブレッキンの一部からなる。この二つの原稿は一部重なっており、組み合わせることで完全なテクストが再構成できる。重複するエピソードがあることや、他の版への言及があることから、この広報は、二つ以上のより古い版を編集したものであると考えられている。エピソードの多くは充実したもので、優れたコアイルランド語文学に、 特徴的な簡潔な三文によって書かれているが、わかりづらい、ようやく程度のエピソードもあり、全体としてはつながりを書いている。この後本の一部は、言語的特徴から見て8世紀まで遡ると思われ、その因文の部分に関してはより古い可能性がある。第二後本は、レンスターの書として知られる12世紀の写本の中に、含まれる。初期の際に、赤牛の書と、 レカンの規模の現存しない記述を統合して一貫した助字詞として書かれたものと思われる。結果として全体として十分に物語と言える体裁を得、言葉も当時の微分体へと書き直された一方で、その過程で元々の表現の簡潔さは失われた。レンスターの書版はラテン語で次のような奥付けが付されている。第三候本は、 より後世に書かれた写本の断片からなる不完全なものである。牛争いの物語は、これらの写本に書かれる前から交渉されていたと考えられている。根拠として、例えば、ルクレモクヒアラの、名部は不法な契約を結んだという詩は600年頃に、遡るが言い伝え、戦意あらずとして、アルスターへのフェルグスの亡命を伝えている。もう二つの七世紀の詩にも、 この物語の要素を案に示す箇所がある。スカーハの言葉では、クーフリンが、図書上で戦うことを、スカーハが予言する。俺たちはせっせと槍でつくという詩は、そもそもクーフリンに捧げられたものであり、牛争いの物語におけるクーフリンの少年時代の、不死への言及がある。クーリーの牛争いの物語には、本編とは別に登場人物の出自や背景を、説明する小話が、 数多く存在する。これらは前置き話、レムゼラと呼ばれる。これらの中には本編とは全く独立して作られたものもあるが、これらも伝承の過程で次第に紐付けられていった。ルアリオヒギンによると以下のようなものがある。19世紀に翻訳されたものとしては、1870年代になされたブライアン・オルーニーのクアルンゲノギュ争い、タインボクーリュニアがある。 これは、ダブリンのトリニティカレッジ図書館に所蔵された、レンスターの書に基づいている。ジョン・オー・デイリーの1857年の翻訳もあるが、拙いものとみなされている。20世紀初頭になって、初めて翻訳が出版された。最初の英訳は1904年、ウィニフレット・イル・ファラデーによってなされた。これは、赤牛の書と、レカンの基本に基づくものである。ほぼ同時期に、 レンスターの書に基づくドイツ語訳がエルンツとウィンディッシュによって出版された。概略と導入部のみからなるスタンディッシュ・ヘイズ・オブ・レーディのクーフリンサが1898をはじめ部分的な翻訳は19世紀末に話されていた。グレゴリー夫人のムルセブネのクーフリン1903にもこの話のパラフレーズが含まれている。このように 19世紀末から20世紀初頭には、しばしば英雄クーフリンにフォーカスした、この物語をベースとする作品がいくつか出版された。イーハル、アルスターの冒険クーフリン、1911、HG テンペスト、クーフリンの鳥で、ドゥンジャルガン、1910、A.M. スケリー、ムルセブネのクーフリン、1908、エソグレーリ、クーフリンキタレリ、1894、 などなどである。加えて、同時代には、w b e ツ、オーブリー・トマス・デバー、アリス・ミリガン、ジョージ・シガソン、サミュエル・ファーガソン、チャールズ・レナード・ムーは、フィオナ・マクラウドラによって、多くの三文作品がこの物語をインスピレーションとして作られた。スコットランドのバラットにも使われた。1914年、ジョーゼフ・ダンが、レンスターのショーベースに英訳。 古代アイルランド女子詩「クーリーの牛争いを上司した。セシル・オライリーは、学術向けの翻訳版として、レンスターの初版クーリーの牛争い、1967、クーリーの牛争い第一広本、1976を出版したほか、より高世の版である、ストー文章をもとにした、クーリーの牛、ストー版、1961も出している。 2018年現在、アイルランドの詩人による二つの翻訳、トマス・キンセラの牛争い1969とキアラン・カーソンの牛争い2007が一般に入手できる。どちらも第一候補に順じ、一部を第二候補から加える体裁をとっているが、その選択とアレンジによってわずかに異なる。キンセラの翻訳にはは、ルイルブロッの挿絵が入っており、また、 前置き話のいくつかが選ばれて収録されている。日本語訳もいくつかあるが、すべて英語からの重役であり、コアイルランド語から直接翻訳したものはまだ存在しない。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。